んにちは、福岡のギャラリーのロペコです。素敵なアクセサリー、まずは特徴などをご紹介していきます。ビーズ編みの作品で、こちらはグラスコードなんですが、メガネ止めの金具を外していただいて、カニカンをつないでいただくとネックレスにもなります。しなやかな感じで、お色は3種類。トップの部分がシーグラスです。金属を使っていないので、金属アレルギーの方にもおすすめ。長い時はご自分で結び目を変更してください。ガラスビーズが編み込んであって、こちらも金属は使ってありません。左右に引っ張っていただくとサイズ調節ができます。ネックレスとブレスレット、お揃いでお使いいただけます。みずみずしい感じで、素肌の上からつけても素敵です。お洋服の上からでもレースみたいで素敵です。ベースの部分はテグスで編んであるそうです。ブレスレットはサイズ調節できます。また2つのスパイラル編みで仕上げてあります。2点はラップブレス。チェリークォーツを使ったこちらは、セットするボタンの位置でサイズ調節ができます。一番小さいところでセットしてみました。こちらはロングタイプなので2連巻き。ボタンの位置でサイズ調節できます。一番小さな位置でセットしてみました。こちらの1点はゴムタイプ。髪の毛もいいですが、手首につけても可愛いでしょう。もっと詳しく見たい人は動画の